コインロッカーです。一番小さい400円と次500円、でその後にこの700円っていうのがありまして、カラクルこの700円のやつにはすっぽり入りました。まだ上に余裕ある感じなので、ここにブロンプトンバッグ入れようと思えば入れられそうですね。ちなみにこっちの500円の方はちょっと入らない感じでしたね。まあ、こっちの700円が海外旅行サイズのあの大きいスーツケース用で、こっちがあの機内持ち込みにできるスーツケースが入るぐらいの安なんでしょうね。でもこの大きいコインロッカーってなかなかターミナル駅とかにしかないから大変かもしれないですね。ということでした。こんな感じです。